でも世の中って今本当はっきりさせよう時代がずっと続いてきて、でもそのはっきりさせようも限界あるよってみんな分かってるわけ、はいはい、どれだけビッグデータ取ったところではっきりはしないと、うん、最終的にはもやもやっていうか、なんかその間に曖昧なものがあって、うん、そこにこそ人間性があるんだっていうのはもうイメージできてるみんな、うんうんうん、でそこにアートはあり続けるし、はい、そこにこそアートがめこう発信できるところがあるので、うんうんうん、だから分からないことを怖がらずに、そして全員他者なんですよ、うん、この絵共感できるなとかっていうのはまあ、共感すれども絶対重なってはいない、うんうんうん、分かり合えるけども会えてるだけで分かってはいないし分かりっこないっていうことに対して受け入れるっていうのはとてもこれからの時代大事だと思っていて。